バンナ、本名、イバナ・ラニロビッチ・ブルド略は、クロアチアのポップミュージック歌手。バンナは1970年9月1日、ユーゴスラビア、クロアチア社会主義共和国コプリブニツァに生まれた。子供や若者の音楽フェスティバルで多くの賞を受けているが、公式にデビューを果たしたのは1989年に、クロアチアの首都ザグレブで開かれたフェスティバル、ザグレブフェストでのことであった。 この年、バンナは出身地を離れ、勉強のためにザグレブへ移り住み、そしてその間にボアというバンドでのパフォーマンスを始めた。1992年、バンナのプロの歌手としてのキャリアが始まった。バンナはエレクトロチームというバンドに加わり、ほどなくスターとなった。彼女は歌手としてのみではなく、エレクトロチームのすべての曲の共著者、そしてソングライターであり、 彼女は多くのクロアチアの音楽に関する賞を受けた。エレクトロチームのアルバムはすべてクロアチアでプラチナアルバムとなった。バンドの楽曲、テックジュジューニサティはヒット作品となり、旧ユーゴスラビアゼ域で大変な人気となった。1997年、バンナはエレクトロチームを離れ、ソロ歌手としての道を歩み始めた。この年、ンナはソロとして初めてのアルバム、 i2sum.ja をリリースした。以降は、ソロとしてアルバムを制作し、多くの賞を受賞した。バンナは1999年に初めてザダルで開かれたザダルフェストに参加し、その後2000年、2001年と3年間続けて参加した。彼女のアルバム、24サタは、ゴールドアルバムとなった。2000年、バンナは、ユーロビジョンソングコンテストの クロアチア代表選考である HRT ドラにおいてブルノ・コバチッチ、イバナ・プレチンガー制作の曲で参加し2位の座につけた。バンナは翌2001年にも大会への参加を決めトンチフリッチ制作のストラン・ローバビで優勝を果たした。大会の後ほどなく彼女は娘のヤナを出産している。バンナはユーロビジョンソングコンテスト2 0 0にクロアチア代表として参加し、 決勝10位となった。彼女はクロアチア語と英語で歌い、楽曲のタイトルは英語でストリングスオブマイハートとした。ユーロビジョンソングコンテストに参加後、バンナはライブアルバムバナユーリージンカムをリリース、またザダルフェストでバイスにしもを歌い優勝を果たした。その後も彼女は多くの賞を受賞し続けている。バンナは クロアチアの映画監督アンドリア・ブルドゥラクと結婚し、一人の息子と一人の娘と共にザグレブに暮らしている。ありがとうございます。